皆さん、こんにちは。2024年8月21日、格闘技界に衝撃が走りました。人気格闘家の平本蓮選手に対するドーピング疑惑が浮上したのです。この告発は、X、旧Twitter の復活の日本というアカウントから投稿され、瞬く間に拡散されました。疑惑の核心は、平本蓮選手とされる人物と知人との会話を収録した音声データにあります。この会話の中で、ステロイドの使用や注射の打ち方について詳細な言及がなされており、格闘技ファンや業界関係者に大きな衝撃を与えています。音声データの中で特に注目されたのは、注射の打ち方に関する会話です。腹部ではなく臀部に打つことで発覚を避けようとしていたという内容は、ドーピングの意図的な隠蔽を示唆しています。さらに、サームズという合法ステロイドや、ノルバデックスというステロイドの副作用を防止する薬物の名前も具体的に挙げられており、疑惑に具体性を与えています。この会話が朝倉未来選手との試合直後のものだとされていることも、事態の深刻さを増しています。大きな注目を集めた試合の直後にこのような会話が行われていたとすれば、試合結果の正当性にも疑問が投げかけられることになります。さらに、スポンサーも真っ黒との指摘もあり、この問題が選手個人の問題を超えて、格闘技界全体の信頼性に関わる大きな問題となる可能性を示唆しています。この告発に対する業界の反応は様々です。ヤーマン選手は、平本選手はドーピングをしていないと思う。格闘技に対して真摯な選手だ、と擁護の姿勢を見せています。一方で、安保選手は、ステロイドを格闘技界で流行らしたミノルが一番悪いとして、レギュレーションを当日抜き打ち検査じゃなくて、前もって全選手のドーピング検査を事前に行うべき。選手もファンもそれが一番納得する。と主張しており、この問題が浮上する前から業界のドーピング対策の甘さを指摘していたことになります。ファンの反応も激しいものです。一生格闘技に関するツイートをしないで強いてほしいという厳しい意見や、事実なら返金してほしいという経済的な要求まで、様々な声が上がっています。芸能、陰と陽、一方で、AI で音声を合成しているのでは?という疑念の声もあり、この告発の信憑性についても議論が巻き起こっています。業界関係者の動きも注目されています。榊原社長は疑惑について直接言及せず、平本選手との面会を報告するにとどまっています。この態度は、事態の推移を慎重に見守っているとも、あるいは問題を軽視しているとも取れる微妙なものです。格闘技団体、ライジンの団体としての対応も注目されています。今後の記者会見でどのような見解を示すのか、業界全体が固唾を飲んで見守っています。この疑惑の真相を探るには、様々な角度からの検証が必要です。まず、音声データの信憑性が問題となります。技術の進歩により、高度な音声合成が可能になっている現在、このデータが本物なのか、それとも AI による合成なのかを見極めることが重要です。一部のファンからは、急に作り物感が出てきたとの指摘もあり、音声の自然さや一貫性についても疑問が投げかけられています。また、この疑惑の背景にある状況も考慮に入れる必要があります。平本選手が試合前に骨折していたという情報も浮上しており、これがドーピングとどのように関連しているのか、あるいは全く無関係なのかも重要なポイントです。さらに、プロ格闘技におけるドーピング検査の体制自体にも疑問が投げかけられています。オリンピックなどの国際大会と比較して、プロ格闘技のドーピング検査はより厳格さに欠けるという指摘もあり、業界全体の問題として捉える必要があるかもしれません。この疑惑が事実であれば、格闘技界全体に甚大な影響を与えることは必至です。まず、ファンの信頼低下は避けられません。人生をかけて格闘技をやっている人がかわいそうという声に代表されるように、選手たちの努力や真剣さを疑問視する風潮が広がる可能性があります。これは、格闘技の人気や市場規模にも直接的な影響を与えかねない深刻な問題です。また、この事態を受けて、より厳格なドーピング検査の導入が求められる可能性が高いです。これまで比較的緩やかだった検査体制を見直し、オリンピックレベルの厳しい基準を導入する動きが出てくるかもしれません。
これは選手たちにとっては大きな負担増となる一方で、スポーツとしての公平性と信頼性を高める効果も期待できます。スポンサーシップへの影響も無視できません。今回の疑惑でスポンサーの関与も示唆されているだけに、企業の対応が注目されています。ドーピングに関与したとされるスポンサーは、ブランドイメージの低下や契約解除のリスクに直面する可能性があります。一方で、クリーンなイメージを持つスポンサーにとっては、新たなスポンサーシップの機会が生まれるかもしれません。今後の展開としては、まずライジンの記者会見が注目されます。公式な見解がどのように示されるか、業界全体が固唾を飲んで見守っています。特にドーピング疑惑に対する調査の方針や、平本選手の処遇についての言及があるかどうかが焦点となるでしょう。また平本選手本人からの説明も強く求められています。芸能、陰と陽、SNS などでの簡単なコメントではなく、記者会見などでの詳細な説明が期待されています。疑惑を否定するのか、それとも事実を認めて謝罪するのか、その対応によって今後のキャリアや格闘技界全体の方向性も大きく変わってくる可能性があります。さらに追加の証拠や証言が出てくる可能性も考えられます。最初の音声データの流出以降、新たな情報や証言が次々と明らかになっており、今後もこの流れは続く可能性が高いです。特に平本選手の周辺人物や他の選手たちからの証言が出てくれば、事態はさらに複雑化する可能性があります。最新の情報として、この一連の流れは平本選手が拡散力のある知人にお願いして、自らこの疑惑を広め、後にドーピングを否定する決定的な証拠などを出して安心させるという炎上商法のような売名行為だと発信している人もいます。何にしろ世間を大きく揺るがす事態になっているので、早く解決することを祈っています。この問題は単なる一選手の不祥事として片付けられるものではありません。格闘技界全体の信頼性と公平性に関わる重大な問題であり、その影響は長期にわたって続く可能性があります。真相の解明と適切な対応が今後の格闘技の発展と人気維持の鍵となることは間違いありません。ファンや関係者はこの事態を冷静に見守りつつ、公正で健全な格闘技の発展を願っています。しかしその一方で、この問題が格闘技の魅力や選手たちの努力を損なうものであってはならないという声も強いです。格闘技は選手たちの肉体と精神を極限まで鍛え上げ、それを競い合う究極のスポーツです。ドーピングはその根本的な価値を損なうものであり、それゆえに今回の疑惑は多くの人々の心に深い傷を負わせています。朝倉未来選手を引退に追い込んだ相手がドーピングを行っていたとなると、朝倉未来選手の将来を変えてしまった大事件となってしまうのです。今後この問題がどのように展開し、格闘技界がどのような変革を遂げていくのか、それは単に一つの競技の枠を超えて、スポーツ界全体、さらには社会全体に大きな影響を与える可能性を秘めています。我々はこの問題を通じて、スポーツの本質的な価値や公平性、そして選手たちの努力と情熱について改めて深く考える機会を得たと言えるでしょう。格闘技ファンや関係者だけでなく、スポーツに関心を持つ全ての人々がこの問題の行方を注視しています。そしてこの試練を乗り越えた先に、より強く、より公正な格闘技界の姿があることを多くの人々が願っているのです。いかがでしたでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。